皆さんこんにちは、アムハムハイドのハイドです。ハムスターのね、動画チャンネルを作ってるとね、周りから自分が飼っていたハムスターが死んでしまったっていう言葉を時々聞くんだよ。で、ハムスターを亡くした人は、まあ、当然ショックを受けて傷ついてる人が多いんだけどね、俺からハムスターが死んだ人に対してちょっとメッセージを伝えようかなと思って。で、ハムスターのね、寿命って大体2年前後って言われてるから、まあそれぐらいでね、亡くなっちゃったらもうそろそろ寿命だったのかなっていうふうに思うけども、思っていたよりも早くハムスターが死んじゃった場合、まあ多くの人は自分の飼い方が悪かったのかなっていうふうに自分を責める人が多いんだけどね、まあ俺はそうとは言えないと思うんだよ。もしかしたらそのハムスターはたまたま最初から体が弱かったのかもしれないし、もしくはね、ペットショップにいた頃他のハムスターにいじめられていて人間の目には見えないような外傷があったのかもしれないと。で、ハムスターの命っていうものはもともと人間よりもかなり短いからね。なのでそのハムスターが生きてる間に美味しい餌をもらって、いい環境をもらって、命が短かったとしてもそのハムスターが生きてる間が幸せだったらそれでいいって考えるのがいいんじゃないかって俺は言いたいの。なんでかっていうと、ハムスターっていうのは愛玩動物なわけだよね。野生で強く生きているハムスターもいるかもしれないけれども、少なくとも日本でペットショップに売られているハムスターっていうのは人間の愛玩動物なわけだよ。で、ペットっていうものは、まあ、犬とか猫とかもそうだけれども、まあ、人間という飼い主に依存して生きることになる。それがその動物たちの運命とも言えるわけだよな。まあ、いわば飼い主にかかってるわけだよ、ペットの命っていうのは。で、それは人間がハムスターに何をしてもいいということじゃなくってね、まあ、だからその命を預かる我々人間は責任を持ってペットっていうものを迎え入れなきゃいけないっていうことなんだけれども、その飼い主が飼い主なりに一生懸命育てようとして可愛がろうとして、そういう気持ちでね、接していれば俺はそれでいいと思うんだよね。誰だっていじめようと思ってペットを飼ってくる人はいないわけで、もしそんな人がいたらね、それはもう相当な人なわけでさ。で、これを聞いてる人たちは、まあ、だからこそ私たちは責任を持ってペットを飼わなきゃいけないってまあ思ってると思うんだよ、多くの常識ある人たちはね。で、それでもちろん間違いないんだよ。その俺がなんでこんな話をしようとしてるかっていうと、ペットでなくても野生動物でもね、どんな動物だって全てが何もかも満たされていて、何もかもラッキーハッピーっていう環境で暮らしているわけではないと思うんだよね。暑さや寒さに耐えながら生きている動物もいるだろうし、恐ろしい敵が近くにいたり、なかなか餌にありつけないっていう動物もいると思うんだよ。おそらく野生動物はほとんどがそうだと思うんだよね。だけどハムスターっていう動物は、まあ、人間に飼われることで年中暖かくって何もしなくても餌にありつけるっていう生活が保障されるわけで、それだけでも動物としてはかなり満たされた生活を送ったであろうと俺は思うんだよ。どんな動物も幸せだけで長生きできるっていう保証はされてるわけではない。それは我々人間にも当てはまると思うんだよね。その人間はペットではないよ。人間はペットじゃないけれども、俺はだよ、これは俺個人の考え方だけど、それぞれの国家に飼われてると言っても俺はいいと思うんだよ。例えば俺たちは日本っていう国に住んでるよね。日本っていう国に生まれた時点でもう俺たちの運命はだいぶそこで決まってるわけだよな。日本っていう国の法律に沿って生きなきゃいけないし、日本の文化とか国民性、いいところも悪いところも俺たちはもう背負って生きるっていうことがおぎゃーと生まれた瞬間に決まるわけだよ。で、それはどんな国に住んでる人も同じだと思うんだよね。住んでる国によって税金が重かったり軽かったり、住む環境が良かったり悪かったり、
教育が行き届いていたり行き届いていなかったり、医療が進んでいたりいなかったり、その国に生まれた時点で俺たち人間もある程度運命がざっくりと決まるわけだよ。その国の法律とか環境に従って生きることになるからね。で、どの国に生まれ育つかっていうのはもう運命なわけだよな。だから俺ね、ハムスターもね同じだと思うんだよ。まあ何言ってんだこいつと思う人は、まあ、そう思って聞いてくれていいんだけど、子供にはちょっと難しい言葉で言っちゃってるかもしれないけども、ハムスターっていう動物も我々人間に飼われた時点で、そのハムスターを飼う主人がその国家ですよ、いわば。で、そのハムスターが人間ですよ、言い換えれば。だからその主人が作る環境とかの中で生きることがもう運命づけられるわけだよな、その飼われた瞬間に。だからハムスターも人間と近いし、人間もハムスターに近い。どんな動物も何かのエリアの中に生まれて生きるっていうのは運命なわけだよ。もっと言えばだよ、もっと言えば俺たちは地球っていうところに生まれて、地球という環境の中で生きることが運命づけられてるわけだよ。どんな動物も生き物も何かのエリア、環境の中に生まれて、その中で生きるしかないわけな、俺たちは。で、その世界は常に万全だったり、幸せだけが与えられる、約束される場所なんて、どこにもないと思うんだよね。言ってることわかるかな。だから、ハムスターたちも、俺は同じだと思うんだよ。ハムスターも、長生きするハムスターもいれば、早く死んじゃうハムスターもいる。寿命っていうのはここに違う。もちろん我々人間はハムスターっていうペットを飼った時点で、小さくてもその命を預かるわけだから、なるべくハムスターたちに幸せな環境を与えてあげようと努力をする。当然ハムスターを飼ってきた人たちはその気持ちっていうのは全員にあると思うんだよね。さっきも言ったように、何もさ、いじめようと思ってペットショップに行ってそれを買うっていう人はいないと俺は思うから。で、ハムスターは飼われた時点で、まあ温かくて戦ったりしなくても餌がもらえる環境を与えてもらえるし、まあいわば死ぬまで生活が保障されるわけで、それは動物としてはかなり満たされた生活だと俺は思うんだよね。だから飼っていたハムスターがね、残念ながら思っていたよりも早く死んじゃったっていう人は、そのハムスターが可愛ければ可愛いほど、あの時のあれがいけなかったのかなとかっていう風に自分を責める人が多いんだけども、俺はね、そんな自分のこと責めなくてもいいと思うんだよな。まあ、なぜならそのハムスターは生きてる時っていうのはあなたに飼われて幸せだったと思うから。俺はあなたという飼い主のところに来てね、きっと可愛がってもらったと思うんだよ。だから必要以上に自分のことを責めなくてもいいと思う。もしだよ、もし本当にそのハムスターの寿命が縮まるような何か思い当たることがあるのであれば、それはもう次の教訓としてその経験を生かすしかない。悔やんでも死んだハムスターは帰ってこないから、何か間違いがあったんだったら反省する。もしちっちゃい子がハムスターに何かいけないことをしてしまったんだったら、親の立場の人とかが教えてあげて、生き物に対してはこういうふうにしなくちゃいけないんだよっていうふうに教えてあげるしかない。ペットっていうのはね、特にハムスターみたいな小動物はその命をもう全面飼い主に委ねることになるので、だからこそ、まあ、我々は無責任なことはしてはいけないんだけれども、だけどよっぽどの人でない限り小動物に対して悪いことをするっていうことはないと思うから、そこまで悔やまなくてもいい。自分のことを責めなくてもいい。きっとそのハムスターはあなたのところに来て、短い間でも一緒にあなたと生活ができて幸せだったと思うよ。これがね、言いたかった。これハムスターがね、思ってるよりも早く死んじゃった人、そんなに自分のことを責めないでください。もちろん長生きはしてほしいよ。でも長生きしたとしてもね、苦しい苦しい、うんうんってうなりながらさ、老体を引きずって何ヶ月も生き延びることが、じゃあそれが幸せかっ
って言われたらまたそれもわからないでしょ、難しい話でしょ。命が短かったからといって不幸だったっていうことは俺はないと思うんだよね。だからハムスターを亡くした人たち、そんなに自分のことを責めないでください。たくさんハムスターを飼ってる俺からのメッセージでした。この動画はハムハムハイドがお送りしました。みんな他の動画も見てくれよな。ハムハムハイド、ジャンガリアン、晴れのち友達、この指とまれ。